お、食パン、食パン、タンタン、タンタン、タイタン、タイタン、単体。そう、単体って言いたかったの。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、マンションを見てこう。ほい、それじゃあ、今回もハートはない。お、なんか、バレエの練習中。いいね、いいね。ほい、それじゃあ、シッシーさん入るよ。よかった、怒っとるんじゃないね。喧嘩中とかやったらどうしようかと思った。え、怒ってるじゃないか。え、いや、わかりにくいんですけど。シッシーさんマイペースすぎてわかりにくいんですけど。マジで？さっきの私のセリフをどうしてくれるの？仲直りしてよ。それじゃあ、シッシーさんチョコレートパフェ。私パフェ持っとった？もうなかったよね、さすがに。チョコレートパフェ。あー、ほら、ないじゃん。買いに行こうっと。買いに行こうっと。カタログ。そしてこの辺にチョコレートパフェ、あ、あった。よし。オッケーオッケー、これでね、ご機嫌になるでしょう。ありがとうございます。いや、いいね。いつ見ても超美味しそうなのに、うちの島ではなぜ不評なんだろうか。ほい、それじゃあ、シッシーさんの大好物、チョコレートパフェを。どうぞどうぞ。さあ、こののんびりなシッシーさんが、はい、来た。はい、来たよ。もう、キレッキレのダンスを。いいね、いいね。もう、その、画面からこぼれ出そうなぐらいの満面の笑みがいいよ。落ち着いてはないよね。気分が落ち着きました。落ち着いてはないって。興奮してるって。お。許してあげてね、りんちゃん。どうすか？遅いな。さっきのダンスの時ぐらいの感じで動いてよ。さあ、どう？ごめんなさい。りんちゃん許してあげて。お、早かった。思ったより早かった。よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったよ。もう喧嘩しないでね。チョコレートパフェを食べるために喧嘩とかやめてよ。喧嘩をすればチョコレートパフェをもらえるから、みたいな。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。何とは、笑いのツボが一緒かもしれません。笑いのツボが一緒。笑いのツボ、めっちゃ浅い人と、ん？笑いのツボが浅いっていうやんか。その反対は？笑いのツボが深い？浅いの反対は深いな気がするけど、笑いのツボがってついたらなんかどうなるかよくわからんよね。ほい、それじゃあ、黒影さんは大丈夫や。ご機嫌でギター中。これは絶対怒ってない。ほらほら。お久しぶりです。メイと友達になりたいです。お、いいねいいね。まだまだ繋がっていくよ、友達が。紹介するよ。ネイちゃんね。礼儀正しく話そう。アドバイスありがとうございます。うんうん。では、ちょっとお話ししてきます。まあ、どんなタイプの人でも礼儀正しく話して、私あの人無理やわーってなる人はきっといない。いや、クソ真面目やなって思うかもしれんけど、ね。どう？どう？うちの島はあれかな？基本的に男の人、身長低い人が多いんかな？どう？まだ友達にはなれませんでした。マジか。まだこれからか。今日はなんだかやる気が出ません。友達になれなかったから、姉ちゃんと。やる気出してよ。ほら、とりあえず、栄養ドリンクでもあげるから。
これでやる気出るでしょ？どう？まあまあ、まあまあ美味しかった。なるほど。お、いいねいいね、遊ぼう遊ぼう。帽子シルエットクイズ。シルエットで表示されたアイテムは何なのか。3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？ほい、スタート。シルエットクイズ第1問。第1問、ででん。これは何でしょう？サイの角。答えはそれ以外の何者でもないよね。消去法やけどね。第2問、ででん。これは何でしょう？ん？わから、わ、わ、え？ドクロ？ドクロかな？答えはドクロの髪飾りでした。あ、よかったよかった。とりあえずなんかあの3つ目の選択肢はよくわからなかった。最終問題。定点。これは何でしょう？ん？ソンブレロ。確実に仮面ではないよね。これで答えが仮面やとしたら、メインが違う。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。ほい、それじゃあ、中くらいの、お宝、蛇口をもらいました。ありがとう。ほい、そして、なんか、ん？なんかめっちゃこっち見てない？何事？ほい、それじゃあ、レン君入るよ。あ、怒っとるわけじゃないね。ゲーム中？誰かと通信対戦とかかな？ごめんよ、お久しぶり。お、いいね、いいね。ここも紹介するのはどうでしょうか？うん、いいと思うよ。きっと二人とも仲良くなってくれるはず。それじゃあね、二人が世間話かな。わかりました。では二人も呼んできます。いってらっしゃい。あれやね、ガイタン君は結構身長が高いのね。お、世間話でハテナっていうのはなぜだ。趣味の話ではないんだよ。近頃の政治はとかそういう話をしよるわけじゃないよね。ねいきなりそんな話されても困るよ。なんなの、普通に昨日のテレビ見たとかでいいじゃん。マジか、まだまだこれからなのね。みんな頑張っていただきたいわ。外は寒そうなので部屋から一歩も出たくありません。まあ建物の中はね、暖房とかつけとったりするんやろ。今んとここっちはまだ暖房がついとるところはないかな。うん、どっかお店とかでも暖房がついとるなって感じのところは今のところ私が行った限りではないかなって感じ。ほい、じゃああったん入るよ。まあこっちまだ寒くないけんね。うんうん。お久しぶりです。お久しぶりです。頭の中も見てください。お、頭の中。いいでしょう。ピース。なぜ？たまにはこんなことも考えたりもするわけですよ。どんなことだ？何？写真を撮りたいとかそういうこと？でも私今カメラ持ってないんよね。いいね、いいね、そういうの。なんかちょっとした幸せって感じよね。ほい、それじゃあ、ゆうなちゃん入るよ。お、まさおさんと一緒や。やっぱその猫耳気に入っとるね。あゆなのそっくりさん、また会えて嬉しいです。もちろん、ちゃんと来たよ。実は、すごく大事なものをなくしてしまいました。何をなくしたの？協力するから。ありがとうございます。では、見つけたら知らせてくださいね。うんうん。ちゃんと拾って持っていくね。まあ、拾ってっていうか、多分別の人が拾っとんやろうけど。羨ましいわ。なになになに？のろけ？で、マサオさんと二人で何をしてるんだ？めっちゃボケーっと一点を見つめとったけど。ほい、それじゃあ、ゆまぴーちゃん入るよー。
どうもどうも。何してたの？花見？ね、お久しぶりだ。お、早速。何それ？天使の置物？なんかそういう置物ってよくあるけど可愛いよね。でもなぜ置物を持ち歩いたんだ？え、見つかったんですか？うんうん。ゆまぴーちゃんが持っとったよ。どうぞどうぞ。天使の置物よね。香水じゃないよね。いえいえ。なになに？お、実用品使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。やったね。いいもんもらった。使い捨てやけど。はい、それじゃあ、ほい。チャーリーさん入るよ。何？てか、その上でぐるぐる回ったりとかしよったら壊れるよ、体重計。お久しぶりです。イタリア料理。ピザもイタリア料理に入りますよってコメントで聞いたよ。ということだから、ちょっとこっちで。え、ピザあったよね。あったあったあった。ほら、ピザ。本場仕込みの亀焼きピザ。チーズとサラミの相性が抜群です。まあ、スタンダードのやつよね。ほい、どうぞ。いただきます。ほいほい。どう？お！あら、まさかの。まさかの本日二度目。いいね、いいね。ちょっとびっくりしたよ、私。チャーリーさん、笑顔が素敵よ。大好物だったようです。おー、ピザが大好物だったのね。なになに？実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。まあね、そりゃ、眠い時とか頭働かんもんね。自分が何によるかわからんし。やけん、きっちり。睡眠はきっちりとった方がいいよ。まあ当然ながら。あと、夢もきっちり見た方がいいよ。ほい、それじゃあ。台湾さん入るよ。偉いね、こんなところで一人で。自主練。どうもです。どうもです。靴下になれそうで出ません。それは、私が手伝ってあげよう。満を持して。ほい、くしゃみ。羽で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。だいぶぐさぐさするけど。いやー、なんか言われて気づいたけどぐさぐさしすぎだな。まあ、でもね。でもこれで出てるから。もうちょっと抑えても出たんじゃないかな。ありがとうございました。いえいえ。お礼にこれをあげます。お、なになに？実用品、オルゴールをもらいました。ありがとう。みんなが笑顔でいてくれると、私も嬉しいです。ね。それは、うん。私も、同じくよ。てか、きっとみんなね。お、なんだ。え？急激にやめたと思ったら消した。あら、ライチちゃんがお出かけしてきた。え？家主の前を素通り。なんてことだ。ほい、それじゃあ、みんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてってね。今日は 27,100 円集まりました。ほい、ありがとう。そして、住宅地。うぅ。ケン君、リンちゃん。家にカッパが。危ない、危ない。普通にくつろいでるよ。そしてガイタンくんとネムちゃん。平和だな。顔を見たら目をそらすっていう可愛いところが。そしててっちゃんともかたん。あら、ラブラブね。まあみんな心配することはないということかな。マークも何も出ないし。ほい、そして
ミーニュース見てこう。お願いします。木のスプーン世界大博覧会、なんだいそれは。何も変わり映えしないんだけど。ほう、全然わからぬ。まあね、興味は出るんやけど。マジで？ほう、ありがとう。すごいな。ね、すごいね。ほい、そして朝一。お、食パン。食パン、タンタン。タンタン。タイタン。タイタン？タンタイ。そう、単体って言いたかったの。マジでそんなに？ただの食パンでしょうがよ。お、なになになに？実用品お風呂セットをおまけしてもらいました。お風呂セットはもういっぱいあるんだ。ありがとう。ほい、そして再びマンションへ。そして、ヨシハルくん、お、おー、びっくりした。ヨシハルくんがめっちゃ倒れとったけど、寝おるよね。ちょっと見てみようか。はい、夢の中へ。これは、ほいほい、誰と誰すか？実は私たち。ほう。結婚することになりました。はぁ、あ。お。お好み焼きじゃーん。お好み焼き。こっちはコップ？教えろよ。どういうわけか食べ物、お好み焼きを拾いました。起きてー。お久しぶりです。お腹が空きました。なるほど。ということで、今日は、お好み焼き。今手に入れたばかりのお好み焼きをどうぞ。いただきます。ほいほい。どう？お、結構美味しかった。よかったよかった。明日の私は、今日の私より進歩しているのでしょうか？進歩している、きっと。うんうん。ほい、そして、オムライスで。どうぞ。こんなに食べられません。ほんとや。お腹いっぱいやん。ということは？ここで、使い捨てカメラを、どうぞ。どんな写真を撮って、多少動こうか。躍動感のある、住人の写真。お願いします。こんなのが撮れました。おかえり、どうぞ。え？どういうスクープ？ユニポンちゃん逃げ出しよるけど。アスモは一体何をやっているの？いじめかい？ほら、もうめっちゃ焦っとるやん、ユニポンちゃん。タイトルは、若さの過ちです。若さの過ち。なんか合っているような気がする。ですよね。ね。ちょっと自信あったんですの。そっかそっか。ほい、それでは。どうしよっかなー。なになになに、寒気？風？ああ、風だな。くしゃみまでしやがった。ほい、それじゃあ、ルカちゃん入るよー。どうもどうも。かわいいワンコやね。こんにちは。お、そのバンダナを卒業するの？ほい、それじゃあ、
じゃあちょっと。いらっしゃいませ。この辺。違うわ、帽子よ、帽子。どんだけやねん。あれ、私最後帽子に合わせんかったっけ？こっちこっち、買いに行く。いらっしゃいませ。小さな旗。これ新しいやん。子供なら愛らし、てっぺん、うわ、やばいな。とりあえず、どんぐり棒。ベレー帽より若干安いんやね。若干。そして、お、なんだ？なんか写真を写してしまった。ありがとうございました。ほいほい。じゃあ、この今買ったどんぐり棒を、どうぞ。あ、もともと持っとったやつよりあれか。色が濃いのか。微妙に。あんまり気に入らなかった。マジで？さっきのバンダナよりは絶対全体の雰囲気良くなったと思うんやけど。親友がいるというだけで自分が強くなった気がします。まあ、それはわかるけどね。わかるけどね。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらにどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。今日は喧嘩結構少なかったね。よかったよかった。